はい、今日も山チャンネル見てくれてありがとうございます。今日はね、今、函館のね、国道228号線っていうのをね、北斗市方向で向かってます。向かってます。まあ、ね、函館山見えたり、ずっと海沿いの道なんだけどね、ちょっとね、ここを走って、まあ、今日あんまり天気良くないんだけど、まあ一応気分転換ということで、トラピスト修道院というのね、そこまでちょっとね、行ってみようかなと思います。風が強いんでね、ちょっとね、喋っても聞こえないと思うんだよな。まあ、とりあえず行ってみます。結構ずっとなってきた。相変わらず風が強いよ。風が強い。あ、いよいよこっからね、海岸線、ずっとね、海沿いの道なんだよね。怖えな、ちょっとなんか。怖い。横のさ、ガチャガチャだ、道が。怖い。早いんだ、みんな。おい、こんなに飛ばさなくてもいいじゃんって。いや、海沿いの道は気持ちがいいね、やっぱね。函館山見えるよ。函館山見える。見えた？ほら。ね。景色は抜群だよ。うん。なかなかね。まあでも雪が降るとね、ここなんかすごい滑るらしいよ。ここのね、やっぱ海風でこう冷やされて雪が凍るんだろうね。それでスリップしてね、事故が多いっていう話だけど、いや、意外とこうやって見ると函館山も近いんだな。近いな。うわ、すげえ怖い。あ、すごい波。やめよう、止まんない。怖い。いや、今止まろうと思ったらさ、波がすごいよ。道路に打ち付けてる感じ、わかる？ドーンってさ、しぶき飛んできたもん、道路まで。波強い強い。今日は危ないわ。何が危ないんだか分からないけど、まあ、船乗ってる人は危ないよね。あ、すごいね、こっちからの景色もいいね。なかなかね。どう、ちょっと止まって、ここは大丈夫だろう、ちょっと離れてるから。あ、ここの景色はいいんじゃない。すごい。どうだ。あ、函館の街も、函館山ね、なんか船も浮かんでるし、船早いな。で、こっちから見るとほら、函館山からずっと函館の町が見えんだね、こっからね。すごいな。こんなだったんだ。あんまり来たことないからよくわかんないけど、こうやって見てさっきのね、あのセメントの橋も、橋じゃねえのか、なんだかわかんないけど、セメント工場のね、なんかすごいのが、ほら、工場もあっという間に見えるな。静岡の富士もね、工場地帯っていうか工業地帯だから、ちょっと似たところがあるな。でもこっちからのね、函館の景色ってなかなか見れないんじゃないのね。なかなかいい感じ。え、これ反対側、これあれだよね、電車じゃねえんだよ、汽車か。あ、電車か、電線取ってるな。電車か、これなんだ、イサリビ鉄道ですんだな、これな、多分ね。まあ情緒あるよね、なんかね。早いな、おい。普通に走ってんだけどね、抜かれるね。風が強いんですよ。
さすがに雪降ったらバイクも乗れないし、乗れないし、じゃあスパークタイヤ入っちゃいいのかもしれないけど、まあ、函館のね、郵便屋さんはすごいよ。雪が降っても、なんでもさ、カブでさ、配達してるもんね。びっくりしたよ。驚いたもん、最初雪の中でだってカブ走ってたもん。聞いたらやっぱね、おっかないって命がけで走ってるって言ったもん。ねえ、かわいそうにね。風が強いよ。助けて。ちょっと疲れた。エマチャンネルのね、オープニングの画像はね、ここで撮ったんだよね。ここでね、ドローンを上げてね、ここからもうすぐだね。ただちょっとね、ちょっともうちょっと行かせここをね、右曲がんだ。ね、パラピスト集合。ここを右曲がって、ここを登るんだね。これまた右だ。ここ右。踏切があるね。踏切、よし。踏切を渡る。すごいな、でこぼこ。おお、怖い。やっぱりここ落としたんだな。まあ落としたよ。そう思ってきたけど。すげえな、でこぼこだぜ、おい。いっぱいいるね、人が。こんなところに。でこぼこ、これ、あれだろうな、坂、きついのかな、怖いな。走りにくい。ここね、ずっとまっすぐ行けばね、トラピスタンだね。
のんびり行くわよ。さっき出てったのが行ったな。そうだよ。なんかここ昔ね、コマーシャルでなんか使ったらしいね。チョコレートかなんか、なんだかよく知らないけど。今すごい綺麗なところ。ソフトクリーム400円だとね、いただきます。濃いね、濃い濃いわ。うん、うまいうまい。あそこでアイス売ってる。ソフトね、ソフトクリーム。あれがソフトね。ということで、今日は北杜市のトラピスト修道院ね、ここにカブでね、ちょっと来てソフトクリームを食べるっていうね、そういう動画でした。ここのね、ソフトクリームね、やっぱね、味が濃いんだよね。北海道の函館どこ行ってもね、やっぱソフトクリームまずいとこないね。もうほとんど美味しい、美味しいというか濃厚でね。このね、トラピストの修道院のソフトクリームも本当に濃厚でね、美味しかったです。400円だってね。ということで、今日はね、これでおしまい。あ、チャンネル登録お願いします。いや、まだまだね、暑いけど、本当にでもやっぱね、北海道寒いね。もう寒くなって涼しくなってきた。ではまた、はい、このまま帰ります。